吉田さん、ん入観っていうのはね、ね恐ろしいもんで、ね、私が山本太郎さんの動画をバーッと上げるじゃないですかそうすると山本太郎さん以外の動画の方がおやこんな動画も上げてるのかっていうふうに多分変化球を感じると思うんですよでもどちらかというと山本太郎さんの動画の方が私はサブですからねそちらの方が余暇でやってる方なんでまあただその余暇が膨らんでいってあのー、やっぱり こっちの道がいいなって思うこともね出てくる可能性がありますんでまあある程度ね広く浅くっていうところありますけどもねでその先入観によって私も吉谷さんもローノ字を間違えられるってことがありますよね今回のサムネイルにも出てますけどもローノ字で、ね、多くの方が先入観を持ってるんでしょうね、うん、まああのその名前を持ってる本人としてみたら月って書くしかないんですけどもその漢字を書く ケースが少ない方にとってみたらまあこっちだろうみたいな感じでさらさらっと進むんでしょうねきっとね。まあということは知名度があるのはあっちのこのもじゃもじゃのローの方だってことがはっきり分かるわけなんですよ。でその他にも先入観っていうのが恐ろしいもんで最近ねあの AI で自動的にブログを作るっていう仕組みを私導入してるんですけどもいやね私が10年前にね一生懸命量産していたブログよりも当然ですけどもレベルが高くってで リサーチもすすごく簡単なんですよボリュームがあるかどうかってことも自動判定してくれるしそれからライバルが少ないか多かってことも自動判定してくれるんですよだから AI がインターネットの方をねガーッと回ってきてくれてそのランキングをつけてくれるんですよねでそれによって記事にしてもしょうがないものと記事にした方がいいものとっていうのが記事を書く前に見分けをつくんですよだからこれは私ずっと先入観でブログが終わったのかなとかねブログがライティングスキルのある人だけが勝つのかなと思ったらもう今ライティングスキルいらないんですよ ライティングスキルは AI がライティングスキルの高い人のブログを見て再構成して出してくれるんで。もうだからね、人間何をやればいいんでしょうか。エンターキーを押すだけですからねってことですよね。はい、ということで今日もエンターキーを押して一日を始めていきましょうか。いってらっしゃい。